え皆さんこんにちは、えー、日本オストミー協会宮城県支部の菅原でございます、えー、今日はですねキャンサーネットジャパン主催のブルーリボン、えー、キャラバンでお話をする機会をいただきまして大変ありがとうございます、えー、公益社団法人日本オストミー協会については一般にあまり知られていないものですから今日はですねこの 教会についてお話をさせていただきたいと思います。えー、人工肛門人工膀胱保有者を、うん、私たちはオストメイトというふうに呼んでおります。えー、日本オストミ協会はこのオストメイトが安心して暮らせる社会を目指しているオストメイトによるオストメイトのための障害者団体であります。えー、当教会は 1969年、えー、ご了解として横浜で設立されました。えっ、ー、と、それでね、1969年、まあ、昭和44年でありますが、ご了解として横浜で設立されたわけであります。まあ、その時はあの会員が300名ということであります。20年後に社団法人日本オスとミ協会と解消されております。で、えー、一昨年ですね、20あ2011年、 社社団団法法人人から公益法人に移行しておりますで私たちの協会はあの都道府県政令市に61の支部を持っております宮城県には宮城県支部とお仙台支部がございますというのはあ仙台市が平成10年に政令指定都市になりましたのでそれに伴って 平成12年に宮城県支部から仙台支部が独立分離するという形になったからであります、えー。会員はですね、現在、えー、2000年の時には平あのー、平成12年には1万2000名を数えましたが、えー、会員の高齢化に伴って減少し、えー 2012年には9640名となっています協会としても会員増強には努めておりますが若い会員の方々の入会がなかなかないと少ないという現状にありますちなみに宮城県支部の場合も2001年には135名でしたが2012年には84名となっております仙台支部も94名でした えー、宮城県仙台市を除いた宮城県の中で、膀、え、胱、ー、機能障害というような直腸機能障害で、えー、手帳を持ってる方が2000名ちょっと超えてるんですね、それでこのくらいの人数ということですから、非常に少ないということが分かると思いますで、えー。教会の主な活動についてお話をしていきたいと思います。 日本オストミー協会は、オストメイトの社会復帰と生活の質の向上を図ることを目指して、現在活動しております。主な活動として、ここに五つほど、あ,あの、5つほど申し上げますが、1つは、オストメイトと家族に対するセルフケアの相談と助言であります。2つ目に、本部解放と支部解放の発行。 それにオストミートに関するうん観光物、書物などをですね、当初、印刷物などを観光しております。えー、今日もですねあの、会場の入り口のところで、えー、ストーマーガイドブック、ストーマーと生きるというものを販売しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 こないてしまったんですがね。えー、それも反あの観光してますがあ、これから手術を受けられる人とか、あるいは術後間もない方にとってはですね、疲、え、労、ー、ーーのストーマーケアに大変役立つ一冊ではないかと思っております。これは本部で一部500円で取り扱っております。三、えー、つ目に私たちの大きな活動の一つでありますが。 オストメイトの生活実態調査を踏まえて国や自治体に対してオストメイトの福祉政策の改善要望をしてきております。これについては後でお話しいたします。また、あ4つ目として都道府県から委託されている社会適応訓練事業を実施しております。5つ目には障害者団体や関係団体との連携を図っております。えー日本 身体障害者団体連合会、日本ストーマー排泄リハビリテーション学会、日本総称お勤め資金管理学会、日本ストーマー用品協会、日本看護協会等あの連携を図っております。えー、とそれではですね、えー、福祉制度の主な改善点についてお話ししているわけですが、このお スライドにある通りであります、えー、1977年にオストメイトの障害年金受給を獲得し獲得しておりますまた84年にはオストメイトへの身体障害者福祉法の適用を受けましてこれによって診症者手帳が交付されストーマーソーの給付所得税等の障害者控除が受けられるようになりました また89年にはストーマー総合の医療費控除が認められ90年には JR 運賃国内航空運賃等の障害者割引が適用になっております現在は JR 運賃の距離制限をですね、えー、撤廃するように求めております91年にはストーマー総合代金の消費税が非課税となりました 94年にはストーマー装具の自己負担額の軽減が進みましたで現在ですね装具、えー、の付属金を含む月額限度額が、まあ、市町村によって若干の違いはあるわけですけども、えー、消化管ストーマーで8600円月ですねニ、えー、路系ロストーマーで1万1300円となっております。 大体多くの方はこのくらいの助成は受けてるのではないかと思います。えー、現在どちらも一万三千円にということを要求しております。二千一年にはオストメイト対応トイレの整備がかなり進みました。まあただこれもあの都市部で多いんですけどね。地方に行くとなかなかそうは言ってないんですけどね。えー、まあ私たちが外出の不安を少しでも解消できるのかなと。 いう,ふうに思っております2003年にはですね、えー、身体障害者認定基準の改正がありましてオストメイトの即時全員認定が実現しました。と言いますのはそれ以前は、えー、コロストミーについては術後6ヶ月を経過した後また診断書をもらって障害があると認められた場合に身体障害手帳が交付されてたんですね。 ただし2003年からは A 級人工肛門があの人工肛門、人工膀胱が増設されたということでその時点で申請ができるそして4級に認定されるというふうになっておりますダブルストーマーの場合は無条件で3級が認定されます現在オストメイト全員の障害者3級の認定を求めております また携帯電話基本使用料の障害者割引が開始されました2006年にはです、ね、日常生活用具給付制度にストーマー用装具に付属する13品目が明記されましてかなり多くのものがこの交付対象の中に入っております2011年には ストーマーソウームのメイン板の交換フランジの交換が医療行為ではないとこれには当たらないという厚労省の見解が出されて今までは家族本人看護師さんお医者さんという医療者でなければ交換はできないとされてきたんですねそれがこの年からヘルパーさん要するに介護職の方であっても交換はできると。 ただし、ストーマー周辺に異常がなければとということでありますもし異常があれば、当然、看護師さんなりに連絡をしてもらって、その措置を考えてもらわなきゃいけないわけでありますが、ですから私たちが老後、1人で管理ができなくなったとき、どうしようかという不安を持っていたわけですが、長い間ね、このことを厚労省の方に働きかけてきたわけでありますが、2011年の7月でしたか、あこういうダウンが出されまして、 介護職の方による相互交換が可能になったわけであります、まあ、老後の不安の一つが解消されたというふうに言っていいかと思います、えー、それでは宮城県支部の活動について若干触れさせてもらいます、えー、会員数は非常に少なく84名ですが活動としては主に3つやっております一番大きいのが県から委託されている 社会適応訓練事業の実施でありますえ気仙沼、石巻、岸尾釜、栗原、大崎、名取の六地区を会場にまた仙台支部と合同のイレオフトミーブ会ウロストミーブ会、一泊研修交流会年間九回を実施しておりますえこの時に医療講演会や講習会体験交流会あるいは総合展示会を合わせて実施しております で会員には開放でお知らせできるわけですが一般のオストメイトの方にはなかなか周知できないということで市町村の広報誌にです、ね、案内を掲載してもらっていますそれから市町村と主な地域の拠点病院、ね、大きい病院にポスターを貼らせていただいて一般の方に周知しております。ただ やっぱりオストメイトの高齢化もありです、ね、特に三重県支部は北と南に分かれたあの農村部とかが中心になっておりますので交通の便も非常に悪くなっているんですね、今地方の方はそういうことでなかなかその集まってくれないというような悩みがありますえ仙台支部は仙台北部、中央、南部でそれぞれ実施しております。え二つ目には 電話による相談活動、で3つ目に支部い放の発行をしております、えー。それでは私のことにちょっと最後触れさせていただきたいと思います。私はあの1992年1月ですね、えー、たまたまうん、まあ、深酒をしたりした場合、翌日、えー、血便が出たりするときにたまにあったんですね。それでたたたまたまか,たか,かりつけに行った時に、行っ こういうことがあるんですって言いましたらじゃあ見てみましょうと、まあ、その場で手袋をかけてすぐ食品をしていただいたんですよそしたらあすぐ肛門のすぐ近くにポリップがあるとじゃあ仙台オープン部用にすぐ紹介しますからということで言われましてね、えー、すぐ1週間後に入院しまして1月30日に人工肛門増設術の手術を受けました えー、検査段階ではとにかく肛門に近いと回復してみなければ肛門が温存できるかどうかわからないということでありました、えー、実際回復してみたら肛門から4センチぐらいのところだということで結局はコロストミンになったわけであります、えー、主治医はです、ね、あの職場復帰を考えてくれましてまだ53歳でありましたから えー、船長法を指導してく,れ、ま、くださいましたあそういうことでその後の生活にとっては大変良かったなというふうに思っておりますただ私の場合船長するには1時間という時間がかかるんですね朝かなりの長い時間かかりますので、えー、退職してからは自然排便法に切り替えておりますえー、2年後の1994年に オストミ教会宮城県支部に入会しました、まあ、あの実際にそういう体験をした方々の体験談そういうことがこれからの自分にとっては役に立つのかなというふうに考えましたので入会したわけであります、まあ、おかげで多くの知恵をいただきましたしまた多くの仲間もできたというふうに言えます 術、えー、後21年になりますがあおかげさまで合併症を患うこともなく、まあ、好きな畑仕事や旅行などをして楽しんでおりますで私から、あのー、体験談を通してというふうになると大げさでありますが、えー、皆様にお,お伝えしたいということは全くごく当たり前のことでありますが今まで先生方の話の中にもあったと思いますがとにかく 定期検診はまず受けましょうよとそしてちょっとおかしいなと、まあ、私もですねたまたまそういうのを見つけたんで医者にすぐ言ったわけでありますけれどもおかしいなと思ったらやっぱりまずは受診しましょうということであります今の医療技術は今日のお話でもあったようにかなり進んでおりますですから大腸がんだからといって決してあの怖がる必要はないと思います とにかく初期発見、早期発見、早期治療であれば、ほぼ100%と言っていいくらい治るのも大腸がんでもあります。ですから、早くお医者さんと話し合って、早い段階でですね、処置をしていただくようにすればいいのではないかと思っております。そして、3つ目に、オストメイトになってもですね、あのー、決してがっかりすることはないです。 えー、早くとにかくあのストーマーの生活に早く慣れて自分で管理することができるようになればそれほどの、ね、苦痛はありません、えー、会長もです、ねえー、オストメイトは不幸ではないと不便ではあるけども不幸ではないというのが今の,あの高石会長のよく言う言葉であります。 装具、えー、も大変使い勝手が良くなってきておりますですから多くのオストメイトが安心して元気に働いていますのでそういうふうな対応の仕方がいいのではないかと思っております、まあ、以上で私の話は終わるわけでありますが、えー、これまで,です、ね、あの多くの先輩の方々が努力していただいて福祉制度が改善されてきました 全国に18万人とも言われるオストメイトを代表する組織として多くの方々に入会していただきこれからもです、ね、オストメイトの QOL の向上に向けて努力して頑張っていきたいなと思っております。大変ありがとうございました